1ヶ月半ぶりに関東に帰ってきたさ。やっぱりね、こう関西にね1ヶ月半いたんですけど、なんかこう東京っていうか、こう関東の空気吸うとね、あ、こうピリッとやるというか、やっぱりこう地元にいるとね、もう遊びまくっちゃうんですけど、こっち来るとね、あ、ちょっとこうキリッとまた動画頑張って撮らなってなっちゃうね。皆さん毎度こんにちは、ドラマの佐山雅夫です。ということで今日はですね、10月の30日、明日はなんと皆さんハロウィンですよ。何しますかハロウィン。僕そうやな、どうしようかな、まあ、11月からねちょっとまあ、ちょっとねビッグな企画もやるっていうことで体調も崩せないからね、今年31日はおとなしくしてますけども、いやー渋谷のハロウィンとか行きたいな、可愛い女の子みたいな、あのね思ったんですよ。1ヶ月半久しぶりに大阪に滞在してて、あのね大阪のね難波のロケはよくやるじゃないですか。だから難波の女の人ってどういうか分かると思うんですけど、でもね梅田大阪のちょっとね、北の方に行くとね、やっぱり、ね、品のある女性がやっぱ多いんですよね。綺麗なお姉さま。まあ僕ね、最近自分でも気づいてきたんですよ。年上の女の人とか、まあ熟女が好きだったりとかですね。まあちょっとね、自分でもね、年上の、女の人が好きやなっていうのはですね、ここ最近ね、自覚してるわけなんですけども、そういう方にはですね、もうぴったりなね、梅田の女はマジで可愛いということで、まあ久しぶりね、今日は東京の方で、まあスニーカーの並びっていうことで、今日は、アイワダンクのローカットかな。まあこの僕はですね、まあダンクに並びに行くっていうことで、目指しにちゃうかということでね、友達にちょっと今日仕事に並ばれへんから、まあちょっと協力してくれと、言われたんですけど、まあそれやったらちょっと動画撮ってええかという感じですね。まあ今日は友達のね、支援でですね、まあ並びに行くといったような、感じになってます。まあ一見ね、こうスニーカーの並びってね、ちょっと現場調査しに行ってる雰囲気は出しつつもですね、実はですね、頭の中はね、東京の女子を久しぶりに見れるという楽しみでいっぱいということでね、まあそんな感じでね、僕今26歳なわけですけども、僕ね、本当に今まで、遊びっていうものを本当に経験したことがなくて、まあ、ね、年取ってから遊んだら危ないとか言いますけど、で、この1ヶ月、本当にスニーカーのリリースもなかったし、まあ、ほんでね、まあ、他でも、ちょっといろいろ向こうで予定があったんで、まあ、もう、こっち買ってくるのもお金かかるし、やっぱね、人生はね、楽しまないと損やなと、つくづく思いましたね。自分のやりたいことやってね、まあ、楽しまなあかんなと、そういうことをですね、この1ヶ月半、大阪にいてですね、改めてね、まあ、実感したというか、はい、まあそんな感じで、久しぶりにね、川崎の駅前行きました。変わってないな、久しぶりに来たなうん、なんかやっぱね、僕ね、もう川崎に住んでもうかれこれ5年ぐらいになるんですけど、なんて言ったらいいんやろうな、それまでね、ずーっとやっぱ僕ね、地元大阪で今いたんで、まあ初めてなわけですけども、その違う、まあ都市に来るというか、まあ初めてなんですけども、もうなんかね、自分の故郷かのように感じますもんね、今は。名前ちょっとライブでも言ったかもしれないですけど、僕今ちょっと引っ越しを考えてるんですね。川崎って意外と、僕今一戸建てのね、まあ、ちょっと賃貸を探してるんですけど、あんまりいなくて、でそうなってくると、千葉か横浜の方になるんですよ。でこれごめんなさいね、別に横浜の方を悪く言ってるわけじゃないんですけど、なんかね僕ね横浜は気に入らんのですよね。なんか住むとなんか大阪のやつらもお前どこ住んでんって言って、川崎っちゅうね、分からんやつ多いんですよ。で横浜言うたらね、うわお前また生きてみたいな、なんやねん生きてみたいな、もうそういうね、なんかちょっとこう品川とね、横浜はね、ちょっとこうやっぱ大阪のやつらはね、ちょっとリッチなところみたいな思っとって、僕もそれがもうスカンクで、なんかもう僕、大阪と川崎はね、もう大好きなんですけど、できるだけ出たくなくて、でもね、川崎ね、ないんですよね。ボロボロのところしかなかったりとか、横浜に住まざる得ないようなね、ちょっと状況に陥ってるところもあるんですけども、気持ちはですね、まあどうしてもちょっと川崎に住みたいというですね、まあちょっとプライドもあるというか、はい、まあそんな感じ、それぐらい川崎が好きということで、最高ですね。何の動画やっていう感じですけども、早速ですね、原宿、向かっていきたいなと思います。友達、ゲットするぞ、今日は。ごめんなさい、また大事なこと言うの忘れた。もういつもね、いろいろ喋りたくなるからすぐ忘れちゃうんですけど、すいません、10月の30日、本日ですね、21時から僕のブランドエールとですね、大人気イラストレーターのネオナーリボーイ君のですね、コラボによるですね、まあ、エールとしてもね、初のですね、クルネック、これめちゃめちゃヘビーウェイトになってます。クルネック、こちら、キャップマンヒストリーのですね、クルネックをですね、今夜、この後9時からですね、リリースいたしますので、ぜひね、皆さんチェックしていただければなと思います。前回ね、フーディーね、出させてもらって、まあ皆さんご存知だと思うんですけど、もうおかげさんで、まあ即日完売ということで、もう非常にまあ大人気だったわけなんですけども、そちらはですね、今回、まあクルネックバージョン。まあ今期ね、まあ僕のブランドとしても一発目の、まあクルネックっていうことやし、まあ初めての、クルネックリリースっていうこともありますんで、まあぜひね、皆さんね、ゲットしていただければなと思います。これめっちゃ大事なこと言うの忘れてたな。ということで、原宿、次こそは、向かっていきたいなと思います。
久しぶりの原宿。原宿の女性の人はやっぱり久しぶりに来たものだ。おしゃれやし、でもう一個なんですけど、バリエいい匂いする。なんやこれほんまに。俺、あ、そうか、前回あれか、パターのマックスワンか、まあ大阪の心斎橋やったかな、まあ並んで、あ、全然あかんかったけど、もうそろそろね、こういういっぱい並んでる。おお、今日めっちゃ並んでる。50人ぐらい並んでんちゃいます？50人か60人ぐらい。いや、こういうのね、一発ね、ちょっとうっしゃーってやりたいですよね。やったことないんで、いつも3人とか4人の時に当たるんで、よろしくお願いします。ちょっと待ってください、めっちゃ、あ、めっちゃ並んでますね。てかさ、マスク越しにさ、匂いが伝わるっていうね、なんやねんこれほんまに。はい、はい、あ、これか、これ行きます、行きます、はい、はい、ありがとうございます。はい、今日は60番今ね、並んで5分ぐらいなんですけど、もうすでに後ろ20人ぐらいいるんで、すごいっすねほんまに。もうね、最近僕が並んでたこう冗談系の並びとほんま全然熱量がね、全然違うなっていうのがね、あ、なんとなくこう伝わりますね。もう見えへんぐらい前並んでますね。32までお願いします。はい、ありがとうございます。ほんまいつになって当たんねん俺ほんまに。じゃあ俺ね、こういうその並び10人とかやったら、まあ今まで何回か当たったことあるんですけど、こういうね100人以上規模の並びでね、ほんまに当たったことなくて、ええ加減な、こういうあの人気スニーカーでな、これ YouTuber としてな、たまには1回ぐらいちょっと当ててね、皆さんに自慢したいところですけども、ああダメですね。本気言うてますか？マジっすか？なんでそんな当たるんですか？一足じゃないですよ、これ。え？一足じゃないよ。サイズがってことですか？後ろの人が、はい、あのちょっと片言で、はい、29、29って言ってて、はい、そしたらもう 28.5 から30しかないって。もう一足しか29。いや、その、え、で、今野さんも中いません？そうそうそう、6。なんでそんなに当たるんですか？26で当たったのよ。なんでそんなに当たるんですか？わからん。いつも外れるんだ、いつも外れるんだけど。60日中26すごいじゃん。マジっすか？え、ギリギリで今日結局何人ぐらい並んでたんですか？111で最後に2位と思って。ほんまですか？びっくりしちゃったもん。はい、あれよく見かける人が出てきて、おお何番やったんですか？だいぶダサい飛び方したけど。何番やったんですか？6番。ちょっと何ですか、あのスニアカナシもしかして当たるっていうプロモーションですか？いや、これね、悪いことしたな、この感じは。すごいっすね。自力自力。たまたまよ、ケツ並んだら2番取るから。もう俺解明しようかな、もうスニアカナシになったらもしかしたら当たるんかな。ないっすか？最後尾が当たる。あ、最後尾が当たる。意外ともうこれからギリギリに行こう。もうすごいっすね、ほんまに。原口さん、これ切ったやつちゃんと履いてますね、皆さん。ちゃんと履いてますよ、これ。ということで、ちょっとまとめの前にね、視聴者さんの方がちょっとね、とある YouTuber と動画撮ってくれって言ってくれてて、皆さんね、スニーカー YouTube 見てたら絶対知ってる人だと思うんですけど、ちょっと、突撃したいなと思います。こんにちは、崎山さん。あ、そうそうそうです。スニーカー YouTuber やちょっと、めっちゃ普通じゃないですか、ちょっと。ちょっと、かけた方が。かけなくて大丈夫ですか？はじめまして。はじめまして。いや、なんかもっと、はい、僕こんな感じやから、ぐわっと来たら、なんかちょっと嫌がられるかなと思ったんですけど。全然。あ、ほんまですか？はい、前の皆さん、こんにちは。アキトです。よろしくお願いします。原宿で俺のこと見かけたときは、ちゃんと皆さん声かけてくださいね。よろしくお願いしますよ。アキトです。あ、ほんまですか？光栄です。なんか、割とパジャマで原宿あるって、なかなかの度胸だと思うんですけど。そうですかね、はい、普段着です。声かけられない。全然じゃあこれ見てる視聴者さん、アキト君見たら、アキト君って声かけても大丈夫ですか？あ、もう全然。あ、いけるんですか？パジャマ姿のアキト君見たら、皆さん声かけていじめてあげてください。よろしくお願いします。はい、ということで、無事にね、まあ、並び終わって、まあ、一段落したんですけど、まあ、ちょっと時間も経ったんですが、まあね、この手の通り、まあ、今日ね、今回は、まあ、友達の、まあ、支援ということで、アトモスの表参道を並ばせてもらったんですけど、まあ、自力でね、友達が、まあ、アンディで会ってたっていうことで、まあ、せっかくやから、まあ、動画で紹介しようということで、ちょっとお借りしてるんですけど、まあ、ちょっとね、開けましょうか。これサイズ一応28なんで僕入らないんですけど、はい、
アイオワダンク。あ、これか。なんかシューレースがチャチーってみんな言うじゃないですか。僕ね、どんなもんなんやと、いかほどのもんなんやと思ってたんですけど、ほんまにね、うん、納得って感じですね。ちょっとこうポリ成分が強いっていうか、つるっとしちゃうような、あのコットンっぽいような、うん、要素はやっぱ少ないかなっていう感じですね。いや本当にね思ったんですけど、まあ、今回まあ久しぶりにね、僕自身まあそのダンクのまあ並びっていうところで、もうジョーダンとね熱量が明らかに違いましたね。やっぱりね、僕こういうスニーカーを好きになったきっかけってやっぱりジョーダン、まあ、あのエアホースワンとかもそうですけども、やっぱりこうバッシュから入っていったっていうところがあるので、こういうねあのダンク系のねシューズっていうのは僕全然ちょっとあの10代の頃も全然ちょっと買ったことがなくて、あのいまいち僕の中ではやっぱりこうピンと来ない、まあ、モデルっていうところあるんですけど、まあ、こう見るとかっこいいですね。この前出たね、あのジョーダン1の、ポレンかパレンか、あの言われてるあの黒黄色のやつ、あれとほんまにまあそっくりっていう感じで、ほんまにそれのまあローカットバージョンって言ったのがね、過言ではないような、まあ、このアイオワダンク、まあ、やっぱりニューエラ好きの僕としてはもうこのパイレーツカラーにしかまあ僕にとってはまあ見えないんですけど、まあ、タイガースカラーにも見えますけどね、阪神タイガースね、まあ見えますけども、まあいわゆるこういうね、ツートンでシンプルなね、まあスニーカーが流行ってるっていうことで、まあ何にでもね、合わせれるし、まあいいんじゃないのかなと、思います。ケツもかっこやな、これ。まあそんな感じでね、今日はまあ久しぶりに、まあなる、お。スニアカ男子さんが撮影してるところで撮影エンディング撮るっていうね、まあそんな感じでちょっと話途中になっちゃったんですけど、ちょっとあれかな、まあそんな感じで、まあこれ、ちょっとゲットしましたよっていうことで、であとで皆さん告知なんですけど、僕のブランドエールとですね、イラストレーターネオナディボーイさんのねコラボによるですね、このブランドエールとしてもですね初の、クルネックヘビーウェイトの、このねクルネックリリースするんで、この後9時からね、発売しますので、ぜひぜひね概要欄の方にリンク貼っておりますので、ぜひそちらの方もチェックしていただいて、まあ詳しいね解説動画サブチャンネルに上げてるんで、ぜひ見ていただきたいんですけど、この辺とかもねほんまにあのチャンピオンのリバースイブ風になってて、生地もね、US コットン使ってますので、まあめちゃめちゃしっかりしてるんで、まあほんまにねあのシュプリームみたいな感じで思っていただければね、ボディはまあいいんじゃないのかなと思います。ということで、まあ10月ね、この動画は多分最後やと思うんですけども、久しぶりね原宿来てね、可愛い女の子も見れたし、我慢汁でパンパンなんですけども、まあ、11月、ビッグな企画もやるということで、まあ、皆さんね溜まってる我慢汁そこでねバッシャー出していただいて、11月12月とね、2021年最後の締めくくりに向かってね、頑張っていきたいなと思っております。ということでね、11月からも、ね、ぜひぜひ楽しみにしていただければなと思います。崎山松子さん飛びます、ありがとうございました。ぜひこの後買ってください、よろしくお願いします。これ皆さんレアですね、まあちょっとね撮影の裏側、祝いまして、まあ、本当にね、こうやって並び来るから会えるスニアカ男子さん、仕事してます。いや、まさかね。